短期ゴール設定。例えば月収100万円まずはあなたが稼ぎたいって思っていたら、長期スパンでのゴール設定はいりません。例えば3年後なんて僕自身もどうなってるか分かんないし、10年後なんて全然分かんないですね。1年後すらも分かんないので、せめてその例えばね、ゼロから月収100万円ぐらいのレベルだったら半年から1年ぐらいのスパンで実現可能だと思うんですね。でももしですね、あなたが本気でね、しっかりやる理由を決めて、本気で稼ぎたいと思ったらですね、この今からね、今ご紹介している5か条を、しっかりやっていけばですね、遅くとも1年にはですね、実現できる数値だと思うんですね。はい。で、短期のゴール設定っていうところなんですけれども、まずはそのゴールをしっかりとイメージできているかっていうところが非常に大切なんですね。じゃあ例えば今ね、月収100万円以上稼ぎたいよっていう人ね、手挙がりましたよね、全員、ほぼ全員。じゃあどのように月収100万円を達成するんですかっていうところですね。いくらの商品を販売して、いくつ売ればですね、月収100万円とか、最低でもここぐらいはイメージできていないと、月収100万円って絶対に到達はできないですよね。で、イメージできてなければですね、それを達成している人にやっぱりその聞いた方がいいですね。こう例えば、今ね、ここの中では自分のビジネスを構築している人もたくさんいるんですけれども、じゃあその自分のこうイメージがこうゴール全体像がいまいち理解できてないとか、イメージできてない人は、それは実現している人に、どうやったらそれが達成できるのかっていうのをやっぱりその聞いて、全体像までイメージをした方がいいと、月収100万円だったらね、こうなれば月収100万円達成できるよねっていうところまでまずイメージをするっていうところですね。はい。で、その目標をですね、達成している人をやっぱり周りに置くっていうのが重要です。周りに置くっていう、それは何でかっていうと、やっぱりそのリアリティっていうのが一番重要なんです。リアリティ、目標に対してのリアリティですね。例えばそのね、月収100万円達成してない人、もうましてやゼロの人がね、10人集まって、いろいろね、こう話していてもですね、どうやったら100万円達成できるんですかっていうね、そういった話になるわけじゃないですか。でも逆に月収100万円ですね、稼いでる人たちがバーっていて、その中にポツンとです、全くゼロのあなたがいたとしたら、月収100万円ってこういう世界でこういう会話をしているんだっていうふうに、そこがすごく理解できると思うんですね。なので例えばその勉強会だったりとか懇親会だったりとかセミナーっていうのも、やっぱり僕いつも言ってるんですけれども、やっぱりその積極的に情報を取りに行くっていうところが重要で、稼いでる人をロックオンした方がいいんですよ。ロックオン、今日は誰々さんに、こういうところを話を聞きましょうとか、聞きたいです、こういうところをクリアにしていきたいですっていうですね、やっぱりその僕自身はこういったその勉強会とかリアルのですね、セミナーとかに参加した時に誰に何を聞こうっていうのはやっぱり決めてたんですね。なので基本的にはやっぱり自分よりこう稼いでいる人に話を聞きたいなっていうですね、どんどんその聞かれる立場にはなっていくんですけど、でもやっぱり自分の手に入れたいものをこう手に入れて、イメージをですね、ゴール、短期ゴールのですね、イメージっていうのを、しっかりとですね、やるっていうことですね。3か条目ですね、短期ゴール設定っていうお話をしたんですけれども、しっかりとイメージできるような状態にする、そしてそれをですね、達成している、人を周りに置くっていうか、その人とお友達になるっていうですね、そこが非常に重要になってきます。